今回は、野球の投球動作などで肘に痛みが出てしまった時のリハビリの方法を説明します。投球動作、投げる動作では、この切り返した時からボールが離れる時の加速期というんですけど、この切り返しの時に、肘の関節に、外反力、肘の内側の靭帯が伸びるストレスと、逆に肘の外側、こっちの方は骨がぶつかるっていうストレスが常に加わるので、これらの動作を繰り返しているとこの靭帯が傷んでくるし、こちらの方は骨が激突して、蓄積して、痛みを引き起こします。特に、肘の骨が、まだ出来上がっていない小学生がこの投球動作を繰り返すと、肘の内側の靭帯が剥がれてしまったり、外側の骨が繰り返し激突して、骨自体がこう剥がれてしまったりといったことが起こります。こうなってしまうと野球そのものができなくなってしまったり、程度が重くなると復帰までにかなり時間がかかってしまうので、そうなる前に予防することが大切となります。で、こういったものは、急にこうなるわけじゃなくて、段階的にちょっとずつ進行していくので、一番大事なのは、重症化する前に予防することが大事なんですけれども、特にこの野球肘の場合は、無症状のまま進行しやすいっていう特徴があるので、ちょっとした違和感とか、そういったものに早めに気づくということも大事ですけれども、周りの方が、ちょっとした違和感とかちょっとかばうような動作しぶつだったり、そういったものを見逃さないで、早め早めに対処することが大切となります。原因としては単純に、投げている数を長すぎているっていうのもありますし、それに対して睡眠などの休息が取れていない、それから、投球動作に関わるのは、肘だけじゃなくて膝、股関節、それから背骨、肩甲骨、肩、肘、手首とこう連動して使われるんですけど、それらの肘の関節だけじゃなくて、肩、肩甲骨、背骨、股関節の、柔軟性と筋力、それから、あとは、フォームの問題、この投げ方が、肘に過剰な負担がかかるような投げ方をしているっていうのも考えられるんですけども、そういった複合的な要因、原因の蓄積で、ちょっとずつ痛めていきます。では、予防することが一番大事なんですけども、痛めてしまった時の、対処法、リハビリについてこれから説明をします。で、投球動作に関わる筋肉は、もちろんいっぱいあるんですけども、特に肘に関連したところでいうと上腕二頭筋、これが、靭帯に過剰な負担がかかるのを制限する要因、筋肉の一つになります。まずこの上腕二頭筋、それから、上腕三頭筋、それから、前腕の、海内海外、それから手首の屈曲伸展の時があるんですけども、それに関わる前腕の筋肉、これらを中心にやっていきます。まずじゃあ上腕二頭筋のマッサージ、手のひらを上にしてこのような感じ、手のひらを上に向けた時にこの力こぶの筋肉、上腕二頭筋が、ここに来るんですけども、そこを、手で親指を使ってこうしてあげます。ここはもう強く押すと痛いので、指でぐいぐい押さないで体全体を体重をゆっくり乗せてゆっくり抜くっていうイメージで押してあげます。痛くない程度で、それは本人に、聞きながらやっていきます。場所を少しずつ変えながら、続いて、前腕の屈筋群って手首を曲げる筋肉は、手のひらを上に向けた状態のこの辺りにあるので、そこも同じように親指を使ってマッサージ、体重をゆっくり乗せてゆっくり抜く。自宅などでやる場合はこういったベッドはないと思うので、床に布団の上に寝てもらって
って膝立ちになって同じようにやってあげます。で今度は手のひらを下にしてもらって心筋群っていう手首を返す方の筋肉、これも使われるんですけども、ここも同じように、でこっちの方がより痛みが出やすいところなので加減しながら本人に聞きながらやっていきます。次は上腕三頭筋、このような感じ、手のひら上にして寝るとちょうど力こぶの反対側の筋肉、ここも等級動作に関わるので、ここも同じようにマッサージ、でこのような感じでだらっとしてもらって、こういった形でマッサージすることもできます。これは上腕三頭筋ですね。これは上腕二頭筋、反対側に回ってやってます。関節を脱力してくるくると動かしていきます。肘を曲げて左手で上腕、右手で手首を持ってくるくる回していきます。こうやって力を抜いてくる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 回すことで関節の周りの関節包、関節を包んでいる関節包という組織、それから靭帯や腱などの血流が良くなって、さらに関節の中の関節液も循環して、回復を促してくれます。今度は反対、最後にストレッチ、まずこの前腕のストレッチですけど、手首を下に下げる、でこの時に肘を曲げるとこう緩んじゃうので、肘を伸ばして手のひら側に折る、反対手の甲側に折る、これは自分でもできるので肘を伸ばしてちょっとやってみてください。という感じです。で今度は手のひらです、反対でここ伸びる、それをグッグッと中に繰り返す。続いて、上腕二頭筋のストレッチ。上腕二頭筋のストレッチは手のひらを背中側に向けて真後ろに、そうすると伸びるんですけど、一人でやってもなかなか伸びないので、壁を使ってこんな感じ、指先を下に向けて手をついて、壁に手をついて自分が下がります。やってみて、手、肘伸ばす、どこ、この辺に来てる、来てますか。次、上腕三頭筋、この裏側、定番のやつがこういったストレッチ、肘を反対の肩の方に引っ張る、すっごい引っ張る、引っ張れる。で、これも壁を使ってやることができるんですけど、肘を壁につけて、で、体を押し込む。で、最後、肘と肩を連動したモビリゼーション。これはマイケン体操。これが一番おすすめなので。これに勝るものはないので、これをぜひやってください。肘をそう、足使って脱力して脱力、ちょっと若干おかしいですけど、このような感じでやってみてください。もう力抜いて、肩の力抜いて上腕二頭筋のストレッチは寝た状態でもできます。手のひらを上に向けて
真上に上げてきます。こうすると上腕の時伸びるので、適度に伸びるところまで聞きながらやっていきます。どうですか？伸びてます。伸びてます。まだいけますか？はい。もうちょい、これぐらい、これぐらいかな。はい、はい、これを何回か繰り返す。これが本人が一番力を抜いてできるストレッチなので、こうやって人がやってあげるのが一番いいかもしれません。